こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。北と仲良しアピールをして見事に振られ、連絡事務所が爆破された韓国政府ですが、被害額は710億にも上るようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。16日、北朝鮮の南北共同連絡事務所の爆破で失われた韓国国民の税金が少なくとも710億ウォンに達するという推算が出た。統一部などによると、この日南北共同連絡事務所の建設補修には約180億ウォン、外壁が崩れるなど大きく損傷した海上工業団地総合支援センターには約530億ウォンが投入された。統一部は2018年南北首脳が合意した 4.27 板門店宣言により、同年9月南北共同連絡事務所を開設した。05年約80億ウォンを投じて建設した南北交流協力協議事務所の建物に97億8000万ウォンを追加投入してリモデリングした。この日爆破された連絡事務所の建設リモデリング費用だけでも約180億ウォンに上る。運営費まで計算する場合、この金額はもっと大きくなる。大統領府は同日午後、軍艦即装備で撮影した南北共同連絡事務所の爆破場面を公開したが、映像には4階建ての南北共同連絡事務所が崩壊する姿とともに、隣に位置する15階建ての海上交団総合支援センターまで大きく破壊される場面が映っていた。07年8月に着工し、10年にオープンした総合支援センターは海上市で最も高い建物だ。建設費として約530億ウォンが投入された。軍艦即装備の画面上では正確に把握されていないが、南北共同連絡事務所と海上交団総合支援センターの他にも周辺建物の多くが大きく毀損されたものと見える。今回の爆破で韓国側が受けた被害金額がさらに増える可能性があるわけだ。それではネットの反応です。爆破場面を分析した結果、連続爆発ではなく同時多発爆発が確かで、連絡事務所と海上交団総合支援センターを同時に爆発させたことが明らかです。それでもムンジェインはもしかしながら将来の夢を覚められないぞ、こんな建物はどうせ必要のない薬物だ、なくなってよかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。